皆様こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、私シラモと申すものです。噛んだねもうめんどくさいから一発撮りでいくんですけど、原稿とか書いとけよね。さあ今回は画面にある通り、レート一番勢が教えるマリオカート走り方講座、まあ第1回目としてマリオカートスタジアムを解説していこうかなと思っております。まあ、最近ツイッターのフォロワーさんとか他の僕の仲のいい配信者さんとかで結構マリオカートがトレンドになってて、まあちょっと走り方わからないよとかコース覚えてないよとかいう方でも、まあ、ある程度この動画見たらショートカットとか簡単なところだけ説明するようにはなってるんで、まあ、参考になればいいかなぐらいの気持ちです。かといってまあ私所詮レート一番勢なんで、それはガチプレイヤーじゃないんですよ。なのでまああまり僕の言ってることだけを鵜呑みせず、いろんなことをね見聞きして見分してプレイしていただくのがいいんじゃないかなと思います。それでは本編いきます。今回はマリオサーキット編、マリオスタジアムやっていく、マリオスタジアム編ですね。でまず今回、まあ、一応タイムアタック 150cc でやってます。1周目は普通に走ってみます。まあ普通に走るといっても何でしょうね、この時はある程度この速い走り方、やっぱりマリオカートというかレースゲームでやったらできるだけ内側を通る方がいいんですよ。ここら辺なんか多分なんかわざと真ん中走ってると思うんですけど、基本的にこうやって内側をキュッて走る方が速くいけるんで、まあ、僕のおすすめは内側から内側を行くのが一番いいんですけど、それなかなか難しいんで、ドリフトするとき外側からドリフトを始めて、こんな感じです。外側から内側にぐーっと入り込んでいく。これ全然できてへんだ。さあここからショートカットです。一つ目ショートカットここですね。もう壁にコンって当たったら結構楽にできます。で二つ目ショートカットここです。ここは壁に当たらず土管にも当たらずに行ったら結構スムーズです。練習したらまあちょっと得意できるかもしれません。三つ目ここです。ジャンプ台です。まああるんで分かりやすいですね。先ほどの2つ目のショートカットは、まあ、何でしょうね、なんかドリフト、キノコを使わずにできるらしいんですけど、僕そこまでガチ勢じゃないんで、今回パスしますもう簡単に簡単にです、走り方なんて。さあまあこんな感じで2周ショートカット、一応1周で終わらせたんですけど、一応もう1周あるんで、ここから編集の力でボンとカットして、なんか水なねカットですけど、まあ無視してくださいもうちょっと綺麗にカットできればよかったんですけど、ね、あとやっぱできるだけカーブではこの黄色とか紫、できれば紫、まあよくて黄色とかのドリフトを決めた方がいいんですけど、この人自分プレイして見返してますけど意外と青多いですね。もうちょっとね早く発動することができるんですけど、で4つ目のね外カットここなんですよ。こう一応内側通ってこう壁ゴーンってやったら楽にショートカットできます。ただやっぱそれがちょっと難しいという方もいるじゃないですか。あ、これちょっとぶつかっちゃうよという方は、次の今から流すこの画像をちょっと奥側走って一番内側通らず、ここの土管の間スーッて通っていただければ簡単にプチショートカットできるんで、それもおすすめです。はい。でちなみにここから 200cc を走るんですけど、 200cc ならなんと今やったショートカット4つのうちの一番最初のそのカーブの目の前、右手にあるところ以外は全部キノコなしでいってます。めっちゃ頑張りましたこれこれめっちゃ頑張ったんですよ。僕あんま普段こういうショートカットしないんで、1個目ですね、これキノコ使わずにやってます。いやすごいですね。でここもドリフトでミニターボ決めて、ドリフトジャンプ決めて、ふわっと浮いた状態でジャンプ台までいけるんですよ、 200cc やったら。でここですね、最後の3つ目、この時点でスティックを一番下までグッと下げて、ここら辺で一気に左をグッて押したら、こうやってショートカットができます。はい。まあ、そんな感じで、まあ、サクッと、ほんまにサクッとなんですけど、走り方講座、まあ、ショートカット解説とかですね、主に。まあ、できるだけ内側走ってみたい。マリオカートスタジアムは結構落ちるところとかはそんなないんで、あまり、落ちること気にせず走れるんじゃないかなと思います。ちなみに 200cc の最後のあのコーナーのところ、スティックがって下に押すところはあまり左に寄りすぎたらコースアウトしちゃったりはしますんで、そこだけご注意をって感じです。まあどうでしょう、初めてこの解説動画ってものを撮ってみたんですけど、意外と原稿もなくペラペラ喋っちゃっただけなんで、まあできるだけあんまり長い動画にしたくないんで、5分ぐらいでサクッと収めようかなと思ってるんですけど、どうでしょうね。ぜひね、なんかご意見ご感想、ここもちょっとこうしてほしいとか、こういう解説入れてほしいとかあったら、ご意見コメントとかね、ツイッターとかで教えていただければ幸いです。それではご視聴誠にありがとうございました。
てくれてありがとうございます。気に入ったらチャンネル登録してください。人狼ゲームの他にも自分のやりたいゲーム、まあ、好き勝手割とほんまにやってるんで、また生配信とかね遊びに来てくれたら嬉しいです。ほな、さよならー。